認識しなきゃいけない。ですからどう変わってるかというとね、オバマが政権を取ってから昨年のもう2月に、あれを出しましたね、緊急補正予算70兆だった、はい、で同時にですね、日本ではあんまり報じられてないんですかね、税制とかなんかを税率を変えてるんですよ、はい、でどう変えてるかというとね、まず法人税、はい、法人税は確か30% ぐらいに、大企業なんかに落ちてたやつを少し30数%まで上げてると思います、うん、それから同時に、個人の所得税、これもね 31% なんですが、それを 35% ぐらいにして、それからさらにね、付加価値税って 39.5% は全部入れますと、ね、でそういう形にやってる。それからね、そういうふうにまず税率をね調整、それからあとはね、所得のね配分、はい、配分ってことは単に言うと所得の控除ですよ、はい、控除とか中身のね所得の様子に調整っていうものをする。それで金持ちほど所得の控除額があるでしょう、まあ、いろんなものありますね、我々でも扶養、まあ、アメリカ扶養家族は大けども、はい、医療費の補償だとか、それからあともありますね、寄付金控除だとか、いくつかあって所得、課税所得から控除されて、はい、課税所得を下げる、これについて所得の額に応じてこれ調整する、つまり高額所得者ほどこれは控除が少ないんです、で定額所得者ほど多く、それからもう一つ非常に、まあ、アメリカの民主党らしい方法はね、アメリカの民主党らしい方法はその定額所得者の社会保障出さなきゃ、年金も支出しますよね、それから今度医療だと医療保険ですね、しかしその分については所得が一定よりも低い人はですね、低い人は税額から控除してほしい、つまりもう実質的に今非常に高くなるとか、そういうふうにね、非常にその定額所得者には厚くしたんです。でそうするとね、必ず出てくる、日本でも出てくるんだけどもね、アメリカでもあったんだけどね、こういうこと言って、いやそんなことしたらね、そんなことしたら結局財政赤字になるだけじゃないかと、だからね、それから経済も活性化しないじゃない、要するに高額所得者に法人で上げたりね、それから所得でも上げたり、そしてそれに対してね、オバマははっきりこう言ってるんですよ、そういう考え方は、ね、30年前にアメリカは大失敗したことの、リピートリスね、これは要するにレーガンのことです、はい、さっき申し上げたでしょ、はい、ああいうにしてドーンとして産国になっちゃったりする、はい、アメリカね、一番今苦労してるのはね、アメリカ産国だからですよ、アメリカそれまさにね、このフリードマンセオリーで、レーガンはね、レーガンがフリードマンセオリーと結託してですよ、はっきり言えば、それで愛法を取ったわけでしょ、それで産国になっちゃった、ご存じのとおり1985年にアメリカ産国ですから、それから負担の赤字って言って財政も貿易も赤字、収支も赤字になったでしょ、それで結果的にドルを垂れ流すというか、ドルの価値は下がるわ、それで結果的に、まあ、アメリカ自身がもう、まあ、現在の大中国なんかそうですよね、負い目を負うということは最後なんです、その元になったのはこのレーガンモデル、トリンクルダウンセオリーとかいう、まあ、フリードマンセオリー、新自由主義とか、それからまさに市場原理主義です、あれマネタリスト、それからマネタリストがこれに重視、ね、だからそういうことをね考えておかない、そうですね、あと市場原理主義もありますね、当然、それでね、まあ、ちょっと竹中さんの代名詞みたいなもんですね、でここでね一つね、私がね昨年12月1日に畑山総理のところで、ね、ご説明に上がったんですよ、12月1日、12月1日、はい、1時から1時、10分ぐらいから30分いただいて、はい、それでいろいろ説明しました、はい、まあ、先ほどとか前回ご説明したこのデータ、これ実はその時作ったんです、はっきり言いまして、その時に作ったデータですから、はい、まあ、それを今活用させていただいて、で畑山総理にね、私が申し上げたのは大きくあって2つあるんです、はい、1つは税収が上がる経済体質を作るべきでしょう、うん、つまり名目 GDP をどうやって上げるべきかということです、うん、そしたら畑山総理さんはそうだって相手するんですよ、私は一枚の紙書いてね、うん、メモ書いてここ書いて、で畑山総理はね赤ペンとね黄色ペンをお持ちになってね、うん、こう姿勢引っ張られるんですね、うん、でどうもちょっとどういうふうにされてるのかって言ったら、どうも赤は重要な一番最優で黄色が参考かな、なるほど、これ私の解釈で分かりませんよ、いずれにしても非常に貴重な方、それから質問もされましたよ、うん、質問されますよ、やっぱり物分かりのいい方っていうかね、うん、やっぱりもともと理科系の方だから、
私みたいに、ね、数字作ったりするとね、理屈上よく分かっていただけるかもしれない。あったんですね。でその2番目に申し上げた、はい、アメリカ、日本の民主党さんはアメリカの民主党を学んでください、学んでください。で今申し上げたように、まさにクリントンモデルなんだけども、はい、オバマがやったことをお話ししました。これで総理に、まあ、あれで申し上げたら、ああそうかということで、その時点では総理はあまりその点のご認識はまだだったかなという感じをしたしました。それで最後はちょっと僭越だったんですけども、オバマは何を変えるかっていうね、岩波新書のが出てるんですよ、砂田一郎さんっていう人が書いた、去年10月に出た、はい、ですぐ私読んでよかったから、はい、最後お別れする時、総理に、総理これお読みになったですかって言ったら、まだ読んでませんとしてるからお渡しして、ね、それで、まあ、大塚公平副大臣ね、はい、内閣が同席されてますから、はい、大塚副大臣もお渡しして申し上げた、はい、それでまさにね、私がね、本当に今の日本の民主党に言いたいことはこれなんですよ、はい、私総理に申し上げた通りです、うん、まず税収が上がる経済を作らなきゃいけないんですよ、名目地は上がる、はい、最初から増税ありきなんてできっこないんだから、だからもう古川さんがね、古川副大臣出されて、だから本末転倒ってのはそこにあるんです、うん、それからアメリカの民主党も勉強してください、うん、はっきり古川さんは何かって、これアメリカの共和党モデルですよ。なるほど、共和党モデルですよ。30年前に大失敗してね、日本を、じゃあアメリカを債務国に陥らせた共和党モデルですよこれ。だからそういう人たちは本当にね、まだチェンジしてないんですね。ここがね、今一番の僕は問題だと思いますよ、うん、税制にも絡んで経済の本質も絡んでですけどね、私はそう思います、うん。